はい、キャプテンコジです。お待たせしました。無事にね、落札できました。利用可能ポイントが299ポイントと書いておりますね。ちょっと待ってくださいね。無事落札できたか、ちょっと見てみてみますと、落札分。はい、無事に落札できておりますね。結構ね、落札いろいろやっておりますけれども、簡単キャラ決済ということでね、エンジンカー2機付き、ちょっと待ってね、落ちて迷いよく、はい、終了したオークション見てみます。そして、あなたが落札しましたということで、無事にね落札できました。商品ページは？商品ページ、入札、落札分。で、エンジン、あれ？下の方か。あ、ありました、ありました。これですね。はい、無事にね、できまして、合計、送料込みの合計がね、1500円と1543円の12043円でございます。まあ、こんなもんですね。エンジンが2機ついてますんでね、車体もね、全然問題ないと思いますが、メカボックスの蓋がねないみたいですね。まあいいでしょう。はい、さあ届いてきてどういう不具合が出るかですね。まあ大丈夫だと思います。はい、したらね、これで終わりたいと思います。無事にね落札できましたので、あとは簡単決済のね支払いしてね、あとはね届くのを待ちたいと思います。うん、いい車やね。そんなにね、傷もなさそうですし、そしてね、もう一台ね、僕入札してたんですけれども、ちょっと待てよ、前奥でもう一台の方を見てみましょう。これはねもうね、やめます。もう一台ね、出品中じゃね、落札分じゃね、落ちリストで、メルセデスベンツのね、今3400円になってますけれども、これはねメカプロポがついて、今この値段ですけれども、3400円の5人入札だから、これはちょっと上がるかもしれませんけれども、こんな感じでね、ちょっとね汚れておりますね。あとタイヤがね長期保管してたんで、タイヤがへこんでおります。今マウスさしてるところね。これはまあちょっと汚い感じですし、で僕と一緒のね、ギアがむき出しのね、ものになっておりますけれども、ちゃんとねエンジンはねちゃんとあります、外観ありますが、動かない可能性もあります。ジャンクとしてエンジンはジャンクということで動かない可能性がありますね。結構ボディも結構ぶつけた跡もありますし、これはねもうやめときます。これはもうやめて、今のねエンジン2機付きのねものでいきたいと思いますので、はい、程度は良さそうですけどもね。まあ一応ウォッチリストを入れてるんで、明日終了、どのくらいで終了するのかちょっと見てみたいなと思います。おそらくもうメカがついてるんで1万円ちょっと超えてくるのかなと思いますのでね。まあエンジンはちょっとダメみたいな感じですけどもね、ジャンクなんでおそらくエンジンはもうダメだと思います。
はい、それではご視聴ありがとうございました。明日ね、ちょっと、ね、時間があればね、また電動化の方をね、ちょっと走らせてみたいと思いますので、お楽しみされててください。またね、進捗状況ね、TGX のね、リコイルスターター今日直りましたので、その報告を明日またやりますので、どういう風に、修理したかね、報告しますので、お楽しみにされていてください。それではご視聴ありがとうございました。この辺で失礼いたします。